今回のタイトルは Google バード、ビットコインは半減規模に20万ドルに達し、カルダノは 9.6 ドルに達すると予測です。ぜひ最後までお付き合いください。ビットコインの半減期が4月に予定されているため、暗号通貨コミュニティはイベント後に BTC が歴史的な上昇を示し始めるときに、この予想されるイベントがアルトコインの価格に与える潜在的な影響を知りたがっています。この洞察では、半減期後に BTC が20万ドルの価格に達した場合のカルダノ ADA の潜在的な価格変動について、 Google の人工知能 AI チャットボットであるバードに質問しました。文脈として、ビットコインの価格は現在 43,890 ドルであり、20万ドルへの到達は約 359% の高騰を意味し、これは過去の価格動向を考慮すると達成可能と言えるでしょう。一方、ADA は現在約 0.48 ドルで推移しており、過去2週間で 19.8% 下落しています。この大幅な価格下落は、 SEC が全てのビットコイン現物 ETF を拒否したと推測されていることが原因とされています。次に、ビットコインが半減規模に20万ドルに上昇した後のカルダノ ADA の予想価格についてのバードの洞察を掘り下げていきます。注目すべき点は、ADA の可能な価格予測が困難であることを認識しているにもかかわらず、バードは依然として過去の相関関係と市場ダイナミクスに基づいて可能性のある価格行動を推定していることです。楽観的なシナリオ。バードは全体的に市場のセンチメントはポジティブであり、ビットコインが20万ドルに達することを伴う非常に楽観的な見通しでは、ADA は現在の価値の10から20倍に跳ね上がる可能性があると指摘しました。これはカルダノ ADA の現在価格に基づくと、5ドルから 9.6 ドルの間で取引される可能性があることを意味します。また市場全体のポジティブなセンチメントとは別に、カルダノブロックチェーンテクノロジーの強力な採用やコインのエコシステム内での大幅な成長などの他の要因も重要であると付け加えました。中程度のシナリオ。穏健な見通しとして、バードはカルダノの価格はビットコインの価格に比例して上昇する可能性が高いと主張しており、現在価格から3から5倍の上昇を予測しています。これはADAの価格が 1.44 ドルから 2.4 ドルの範囲にまで上昇する可能性を示しています。バードは何がADAを予想される高みまで押し上げる可能性があるのかを明らかにし、このシナリオにはビットコインの上昇による波及効果が含まれる可能性が高いが、楽観的なシナリオと比較してカルダノの普及は遅くなるだろうと述べました。悲観的なシナリオ。バードによると、悲観的な見通しはビットコインの価格高騰やカルダノがそのエコシステム内で特定の困難に直面していることに市場が前向きに反応できないことを意味するといいます。これにより、ADAは停滞したままになるか、さらに低い価格に低下する可能性があると指摘しました。バードはビットコイン半減期後のADAの予想される価格推移についての見解を締めくくった上で、収益性の高い暗号通貨投資家になるためには、リサーチ、暗号通貨ポートフォリオの多様化、投機よりもファンダメンタルズ分析を優先することが重要であると強調しました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。